たち千葉県の取水町から来ました月海美麗のウンパルンパです。こちらのイベントに参加させてもらってから6年目、当時小学校2年生だった子どもたちも中学校1年生となり、このメンバーで踊れるのが本日最後となるかもしれません。子どもたちがどうしてもポテロンで踊りたいというので無理言って高野さんにお願いしたのがきっかけでした。本日当時の子どもたちも高校1年生となり、みんなで楽しく元気に踊りたいと思います。それでは月海美麗さん、ウンパルンパさん、よろしくお願いいたします。1曲目、酒の伝説。